異常死くらいとは、重篤な脳損傷が起きていることを示す、上司や、下肢の不随的な進展や屈曲した姿勢のことである。異常姿勢とも言う。外部刺激がなくても、異常死くらいを取ることはある。姿勢の異常は脳に対する損傷が、どの程度かを示す重要な指標となるため、医療現場では昏睡の重症度を表すのに、用いられる。 異常 C がある時には、深刻な医学的緊急事態が起こっていることを示しており、急いで医療を介入することが求められる。除脳姿勢及び除皮質姿勢は、どのような病態でも、予後の不良に強く相関している。例えば、溺水患者でも、除皮質姿勢や、除脳姿勢を呈している場合は、そうでない場合よりも予後が不良である。病状が変化することによって、 姿勢のタイプが変化することもある。異常 C は、頭蓋内圧が異常更新するような病態で起きることがある。例えば外傷性脳損傷、脳梗塞、脳内出血、脳腫瘍及び脳症などの疾患がある。脳梗塞や脳内出血による異常 C は、通常1、側性にのみ起こるため、形成変麻痺とも呼ばれる。マラリアなどの疾患でも、 脳不腫が起きるため、異常死くらいを起こすことが知られている。除皮質姿勢や、除脳姿勢が、脳ヘルニアが起きている、またはまさに起こりつつあることを示す場合もある。脳ヘルニアは、脳の一部が頭蓋内の硬い組織を越えて押し出される、非常に危険な病態である。脳ヘルニアの症候としてまず除皮質姿勢が起こり、未治療のまま経過すると、除脳姿勢に至る。 クロイツフェルトヤコブ病、微慢性低酸素脳症及び、脳脳用でも異常死が見られることがある2歳未満の小児や乳児では、神経系が未発達であるために、姿勢による症候には信頼性がない。しかし、来症候群や外傷性脳損傷では、小児でも除皮質姿勢を示すことがある。理由はほとんどわかっていないが、おそらく頭蓋内圧更進に関連して、 小児のマラリアでは高頻度に、除皮質姿勢、除脳姿勢及び後弓、半腸が見られる。異常子くらいには、上司を屈曲している、除皮質姿勢、上司を速報に進展させる、除脳姿勢、後部及び背部を弓なりに反らせる、後弓、半腸がある。除皮質子くらい。肘、手及び、指関節は屈曲、足は、進展、内旋している。 上皮質姿勢は、上皮質反応、上皮質硬直、屈曲しくらいあるいは交互で、ミイラベビーということもある。上皮質姿勢では、腕は屈曲して、胸の上に置かれては小速に屈曲、下手は進展し足は、内反、低屈する。痛み刺激でこの姿勢を示すとき、グラスゴーコーマースケールでは、運動機能を3点と評価する。 上皮質姿勢を示すのには二つの基準がある。前述のような病変が、皮質脊髄炉と赤角脊髄炉の二つに及ぼす影響によって、図のような特徴的な上肢と下肢の姿勢となって現れる。上皮質姿勢は、大脳半球、内包及び支障を含む部位の損傷がある可能性を示唆するが、中脳の損傷である場合もあり得る。 女皮質姿勢はもちろん重篤な脳損傷の不吉な兆候であるが、女脳姿勢は、通常より重篤な損傷がある兆候である。女脳姿勢は、女脳反応、女脳硬直、または進展しくらいとも呼ばれ、外部刺激に対する上司の不随意的な進展と表現される。女脳姿勢では、頭部は後ろ向きに反り、上司は両脇に反って進展しかしも進展する。 重要な特徴は、肘関節が進展していることである。上司及び歌肢は、進展、内旋する。患者は体を硬直させ、歯を食いしばっている。この兆候は1、側性に出ることも、反対側に出ることも、両側に出ることもある。また上司のみに現れることもあり、間欠的なこともある。痛み刺激に対して、除脳姿勢を示すとき、 グラス号コーマスケールでは、運動機能2点と評価する。除脳姿勢は、脳幹の損傷、特に赤角レベル以下の障害を示し、中脳の病変や圧迫、または、小脳の病変がある場合に起きる。除皮質姿勢を示す患者が、除脳姿勢を停止出すことや、二つの姿勢が、相互に移行する場合もある。除皮質姿勢から除脳姿勢への進行は、 通常ハリヘルニアや小脳変頭ヘルニアの存在を示している。動物実験レベルでは、高根の離断が、除能硬直兆候を誘導することから、ガンマ運動ニューロンの興奮が重要な役割を果たしていると考えられる。接触を伴う競技では、頭部への衝撃で、除能姿勢が見られ、フェンシング反応と呼ばれる。この場合の一時的な異常姿勢は、 数秒以内に解消するような一過性の神経、科学的内情によるものである。通常女皮質脂や女脳死くらいを示すときは、昏睡状態であり、不整脈や心停止及び、呼吸不全の危険を伴う、予後不良な状態である。チャールズ・シェリントンは、猫と猿の脳幹を切断して、女脳姿勢を起こし、この死くらいについての、初めての記述を行っている。 ありがとうございます。